銀座 TS ビルはかつて東京都中央区銀座5丁目に所在した建築物である。旧名称は銀座東芝ビルで阪急百貨店がきや橋阪急を出店していた。1932年、東芝の前身の東京電機が本社用地としてきや橋西側の土地を取得。共同建物が土地の太陽受け建設に着手し、1934年に竣工して、 東京電機が入居した。設計は佐藤光一。構造設計は内藤太優が担当し、軽算工法で施行された。竣工当初の名称は松田ビルディングで、当時としては最先端の電気空調設備が整い、1階には松田ランプのショールームが開設された。太平洋戦争が始まると、英語の名称は、自節柄。 ふさわしくないとして1943年に東芝館に改めた。1956年には品川区の東京大移店に次ぐ阪急百貨店の東京における2号店として月屋橋阪急が開店。1966年には増築が行われた。この増築では地下1階と計村の間に地下2階を設けた。新館との接続部のコアは 月屋橋公園側に移し、2階以上ではこの部分の柱を取り除くという大掛かりなものとなった。1968年には建築業協会主催の第9回 b c s 賞を受賞している。1984年には港区芝浦に東芝の新たな本社社屋となる東芝ビルディングが完成。それまでは東ビルに東芝本社機能の一部を置いていたが、 以降は、オフィスフロアは、賃貸物件として利用される。同年には、有楽町マリオンに、有楽町阪急が開店。阪急百貨店は、銀座、有楽町地区では二貫体制となったが、2004年に、月屋橋阪急は、阪急商業開発に移管され、百貨店業態から専門店街、モザイク、銀座阪急に転換した。2007年、東芝不動産は、 銀座東芝ビルの建物と敷地を東急不動産系の合同会社に1 6 1 0億円で売却した。東急不動産は建て替えのためモザイク銀座半球の立ち退きを求め2009年に半球商業開発及び a、AH、一2オリテイリングを提訴した。2011年3月に和解が成立し、 テナントとの定期建物賃貸借契約が満了する2012年8月31日をもって阪急ガート東急不動産との賃貸借契約を解除することとなった。2012年9月よりビル解体工事に着手。跡地には2016年に東急プラザ銀座が開業した。ありがとうございます。